これはいろいろ調べてみたんですが、全容がわかりませんでした。わかる範囲でご紹介させていただき、もっと知っているという方はコメント欄などで教えていただけるとありがたいです。まず、本間奈々さんは新党国盛りの代表を2022年9月23日に退いていました。次期、和歌山県知事選挙新党国盛り前代表の本間奈々氏、立候補表明。このあたりの報道で9月23日に知事選挙出馬を理由に代表を辞任しているといった報道が出ています。代表辞したこの頃から違和感がありましたが、こっから約1ヶ月後に本間さんのツイートがありました。国盛州のメールが転送されてきましたが残念ですね。水島社長は自身の会計責任はないのでしょうか。私から一言、すべての国盛州及び新党国盛の会計報告を開示することを求めます。すべてです。めめしい。参議院選挙で惨敗した責任を私は負います。では、水島社長や三輪幹事長の責任は？今回の除名について、北海道国盛は止めてほしいと頼んだそうですが、社長に聞いたら全部和歌山県代表の谷口さんが強行に求めたので、自分は仕方なくとのこと。それが幹事会決定だそうです。幹事会って誰が関わってたのか。社長に YouTube であんなに奈々さんのないことないことを言われたんですから、奈々さんはここで、社長の言ったことの違うことは違うと言わせてもらわないと、どこで奈々さんの汚名を晴らせることができるんだい、というわけです。放置していることは、奈々支援者や身内にもよくありませんよね。こちらを引用リツイートして、本当は、ご自身恥ずかしくないとおかしいのですが、残念なことに恥をされるようなので、私は付き合いますよ。日本の男なら恥でしょう。また、ここまで面倒を見た言うなら、親としての気持ちも全く分かっておられないでしょう。だけど付き合いますよ。なぜなら、国盛の他の代表は何も言わない。とのことでした。本間さん側のツイートの紹介ばかりになってしまってどうかなとも思いましたが、チャンネル桜側の見解が述べられている動画というのが、ちょっと私の調査能力不足で見つけられませんでした。和歌山代表の谷口さんが強行に求めたとあるので、和歌山県知事選挙出馬が主な原因ということのようです。私は問いかけたいのですが、あと1年で日本は終わるみたいなチャンネル桜の発言と、国盛で国民活動しかやらないという方針に、新党国盛に関わった人は本当に疑問に思わないのですか？そんな余裕や最後の砦にもなっていない逃げの態度に本当に賛同するのですか？まさに戦後保守でしょう。とのことです。チャンネル桜離脱といえば、倉山さんが印象的でしたが、歴史は繰り返すと感じました。ガラハさんの時といい、どうしてこうなったと思いますが、なんとかならないもんなんでしょうか。ケンコウくんがこのチャンネルを離脱するより、僕が出ていく方がやばいと思うよ。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。